マネータイムハックのりょうです。今日もお金と時間をハックしていきましょう。今日のテーマは投資でお金を増やす人減らす人の違いトップ5という内容でやっていきます。ちなみに私は元銀行員元証券マンで途中まで半沢直樹みたいなキャリアの人間なんですけれども、お金を増やすために投資を始めるはずなのに投資でお金を増やす人より減らす人の方が圧倒的に多いです。増やしたいという同じ思いで始めたはずなのになぜなのか、この増やす人と減らす人の違いは何なのか、その違いを生み出す特徴トップ5についてこの動画で解説していきます。あー当てはまっちゃってるなという人結構多いと思いますので、この動画の特徴をチェックして投資でお金を増やす側に回りたいという人はぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速行きましょう。投資でお金を増やす人減らす人の違い第5位は投資に期待しすぎないということです。投資でお金を増やすがテーマなのにいきなり投資に期待しすぎるなってそりゃないでしょと思わせてしまったかもしれませんが、投資の世界に期待をしすぎてはいけません。これは紛れもない事実なので、まずここをしっかり認識してください。もし投資の世界に一攫千金を狙える魔法のようなものがあるとすれば、少なくとも日本という先進国に生まれた私たちは一人の例外もなくお金持ちになっているはずです。ただ現実はそうなっていないわけなので、投資に期待しすぎてはいけないんです。この投資の世界に期待しすぎて高いリターンを狙うと、その大半は詐欺話に行き着きます。そして結局痛い目を見るだけなので、投資の世界に期待しすぎてはいけないんです。だから投資の世界の平均リターンを狙う無難な投資を長期で行うのが王道なんです。いやそんなの面白くないしつまらないよと思ってしまった人は残念ですが投資には向いていません。失敗に終わる可能性が高いので、その状態のままでは投資をやらないことを強くお勧めします。ただもちろん短期でトレードする人やそのトレードを専業とする人がいるのは事実です。ですが、そのトレーダーの人たちも勝率の方が高くて、しっかり利益を出し続けている人は、その投資に期待しすぎずにトレードをしています。ここでは詳しく語りませんが、トレードの中にもしっかり分散をしたり、売買のポジションをしっかり管理して、リスクコントロールを徹底しています。なので、万人ができる長期投資はもちろん、短期目線のトレードの世界においてもこの投資の世界に期待しすぎてはいけないんです。この認識をしっかりしないまま勝手に期待をして勝手に大きくリスクを取って失敗する人が本当にたくさんいます。なのでまずはこの認識を持ってからでないと投資の世界に足を踏み入れるべきではありません。ただ一人の例外もなく投資をしてほしいとも思っているので、全員が投資に期待しすぎないというこの認識をまずしっかりと持ってください。では次、投資でお金を増やす人、減らす人の違い第4位は、投資をマネーゲームと心得ているということです。このマネーゲームという言葉を聞いて、どんな気持ちになりましたかね？人によって様々だとは思いますが、なんだか怖いなとか、なんだかずる賢いことをしているみたいだなとか、スリル満点で楽しそうとか、お金を増やしまくるぞなどなど、いろいろな感情が湧き起こってくるはずです。ただまあこの動画を見ている瞬間は実際に投資をしていないので大した感情は感じていないと思いますが、一度自分の大事なお金を投資のマネーゲームの世界に参加させれば今のような感情が嫌でも湧き起こってきます。なぜなら自分の大事な大金を突っ込んでいるわけですからね。この感情が揺さぶられないわけがありません。そしてこの感情の揺さぶられ方はネットゲームやスマホゲームの比ではありません。夢中になって課金しすぎちゃったなんてそんなレベルではありません。最悪の場合は人生をつまずかせることにもなってしまいます。それぐらい恐ろしいゲームにもなり得るということをしっかり分かってほしいんです。ただこれもじゃあ投資なんてやらないとなってほしいわけではなくて、自分の感情を揺さぶりまくってくる危険なマネーゲームだとしっかり
かり心得た上で投資をしてほしいと思っていますので、投資をすること自体にどうか拒絶反応は起こさないでほしいです。では次、投資でお金を増やす人減らす人の違い第3位は、正解がないことを受け入れているということです。投資の世界には正解がありません。みんなが信じて疑わない長期分散積み立てでさえも絶対の正解というものではありません。過去の長い実績から見てこれから先も正しいだろうと言っているだけで、ただの予測です。予測なので外れることももちろんある確率論の世界です。なので投資の世界に正解はありません。この長期分散積み立てが王道なのは、過去の実績から見れば今後もそうなる可能性が高いということに過ぎません。なのでそれ以上でもそれ以下でもないんです。なので外れることももちろんあります。実際に2000年に起こった IT バブルショックの時は、みんな大好き最強指数 S&P500 でさえも暴落前の水準に戻るのには長い時間がかかりました。これは S&P500 の長期の推移なんですが、実際にこの2000年の8月のピークに IT バブルショックを迎えて、その暴落前の水準に戻るのに7年以上の時間がかかりました。そしてその後リーマンショックを迎えて、リーマンショックからこの IT バブルショック前の水準にね戻るのに13年近くかかっているわけです。なので13年間も投資をし続けてリターンは 0%、 こういったことも起こってきたのが投資の世界です。ちなみに私自身は投資の世界に足を踏み入れたのは2008年からなんですが、もし私が長期分散積み立てを正解だと信じて IT バブルショック直前に投資をしていたとしたら、13年間経ってやっと投資リターンゼロ、それまではずっとマイナスという状況を13年間耐え忍ぐことができない自信があります。なのでそもそも絶対の正解なんていうものを信じてはいけないんです。じゃあ一体何を信じたらいいのかという疑問の答えは一つだけです。それは自分の判断です。本当にこれしかありません。情報発信をしていると、この投資商品どうですか、この株ってどうですか、実際どこに投資してるんですか、何の株を持っているんですかと聞いてくる人がたくさんいます。聞くこと自体は別に何の問題もないですが、他人の意見や他人が使っている投資手法、投資方針などはほんのわずかな参考程度にしかなりません。なので最終的には自分で判断するしかありません。この自分で判断することがしっかりできていないと、自分の覚悟ができていないままに投資をすることになるので、あの人が言っていたやり方でうまくいかなかったとか、本に書いてある方法を実践したけど損したみたいになってすぐ責任転嫁をして挫折することになります。なので自分の判断が重要なんです。そしてもう一つ注意点としては、正解がないならあれこれ考えたり勉強したりするのなんてそもそも意味ないよねという人もいますが、それも間違いです。投資の世界に絶対の正解はありませんが、この正解がないということを理解するために学ばなければいけないですし、少しでも確率高く未来を予測するために学び続ける必要があります。なので正解がないことを受け入れつつ、ただ正解がない世界の中で少しでも勝率の高い勝負をするために学び続ける姿勢が絶対に必要なんです。では次、投資でお金を増やす人減らす人の違い第2位は、人的資本が最強だと理解していることです。この人的資本が最強だということには2つの意味があります。一つは第5位で解説した投資に期待しすぎないということにつながります。投資に期待しすぎないということは、投資に高いリターンを求めすぎないということであり、投資に高いリターンを求めすぎないということは、その投資以外でお金を増やす必要があるということです。つまり投資に期待しすぎずに自分でしっかり稼ぐというものすごく当たり前な意味です。もう一つの意味もさっき解説した第3位の正解がないということを受け入れているという部分につながります。正解がないので自分で判断しなければいけません。そのための知識も経験もあらゆる要素が必要です。そしてそれらの要素を身につけるために学びと
行動が絶対に必要です。そしてそういった投資に使える要素は紛れもなくあなた自身の人的資本になります。なので投資の世界すらも実は人的資本なんですね。そして投資の世界には正解はないので、知識と経験という人的資本を磨き続けることに勝るものがないということを理解していれば、投資の世界でもお金を増やし続けることができます。なのでこの金融投資すらも人的資本を高めるための自己投資と捉えて投資に臨み続けていくスタンスが必要なんです。では最後の第1位の解説の前に2つお知らせです。 YouTube の短い動画では話しきれないお金についての限定動画を LINE の登録で無料プレゼント中ですので、もっとマネーリテラシーを高くしたい、将来お金に困りたくないという気持ちがある人は概要欄から覗いてみてください。もう一つはお金に強くなれる情報を定期的に発信していますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では最後、投資でお金を増やす人減らす人の違い第1位は投資を続けることができるということです。いやそれは当たり前でしょ、そんな当たり前のことが最後の第1位、ここまで見て損したと思った人には申し訳ないのですが、どの世界もそうですが、一番大事なことはフィールドに立ち続けるということです。サッカーでもバスケでも試合に出られなければ結果は得られません。なので投資も続けること、市場に参加し続けること、これに勝るものはありません。そしてその投資をし続けるために大きな損という致命傷を負わないように投資に期待しすぎてもいけないし、投資資金を増やしながら投資を続けるために人的資本で稼ぎ続けなきゃいけないし、正解がない投資の世界で投資をし続けるために学び行動をし続けなければいけません。このように成功と失敗を繰り返しながらも投資をし続けられる仕組みがしっかりあるのか、それに加えて投資をしなければいけないという自分の思いがあるのか、この覚悟を持って投資を続けることができれば投資の世界でお金を増やし続けることは可能です。なので今回紹介した5つの要素を意識して投資に臨んでもらえれば、今よりも確実に投資成果が上がっていくはずですので、覚悟を決めてより効率的に資産形成をしていきましょう。ちなみに今回の動画に関連した投資で勝てない人の特徴について解説した動画や、長期投資を継続していくポイントについて解説した動画は概要欄にリンクを載せておくので、興味ある人は覗いてみてください。では最後に大事な知識がより記憶に定着するようにおさらいしていきます。お金を増やす人減らす人の違いトップ5という内容でやってきました。第5位は投資に期待しすぎないということです。投資に期待をしすぎてリターンを追い求めるとしっぺ返しを食らうので、そこそこを目指しましょう。第4位は投資をマネーゲームと心得ていることです。感情をジェットコースターのように揺り動かす危険なゲームであるということを覚悟して投資の世界に臨んでいきましょう。第3位は正解がないということを受け入れていることです。投資の世界は正解が存在しない確率論の世界であり、自分の判断が全てですので、他人の意見はほんの参考程度にしましょう。そういう意味ではこの動画ももちろんそうですね。第2位は人的資本が最強だと理解していることです。投資に期待せずに自分でしっかり稼ぐ、そして投資の世界で勝つ確率を上げるために自分の知識と経験という人的資本を磨き続ける、この両方の人的資本が重要です。最後第1位は投資を続けることができるということ。投資をし続けることさえできれば、フィールドに立ち続けることさえできれば、お金を増やすことができます。なのでそのフィールドに立ち続ける仕組みと覚悟を両立させましょう。この5つの違いを意識し続けて、効率高く確率高くお金を増やし続けていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間から自由な世界に近づいていきましょう。